ちょっと、Pさん。どういうこと？リアムさんがいなくなったって。手紙ですか？リアムさんの字だ。背景、大好きなあかりちゃんとあきらちゃんへ。この度僕はアイドルをやめることにしました。新曲やライブも控えている中、大変申し訳ないことです。でも僕はここにいちゃいけない。二人とは全然違う人間だから。僕がこういう人間だから、アキラちゃんにはいつも迷惑をかけちゃってるし、病んだり炎上したり足を引っ張ったり、いつもごめんね。あかりちゃんは見つけたい自分の気持ちがあるはずだよね。なのに僕はしがみついちゃった。アイドルでいることを強いて。これじゃ僕のせいで他の選択肢を選べないよね。僕がいると二人のやりたいようにやれない。二人の足かせになっちゃうから、アイドルを卒業します。今までありがとう、夢ミリアム。何これ、リアムさん本気で言ってんの？どうしよう、アキラちゃん。アキラちゃん、迷惑をかけてるのは自分だよ。一番アイドルへの熱意があるのはリアムさんなのに、なんでリアムさんが辞めるの？意味わかんないよ。楽しそうなんて適当な気持ちでアイドルになって、札の扱いしてこんな風に思い詰めさせて、それで自分らしさなんて。本当にやめるべきだったのは、足かせになっちゃってたのは、リアムさんがやめるなら自分も。そんなのやだ！あかりちゃん、ダメだよ。だってみんな楽しみにしてたんだよ。新曲もライブもこの3人で一緒にできるって。私だってずっとフラフラしてて、自由に自分の気持ちと向き合わなかったから、やりたいことなんてわかんないけど、リンゴ以外の私らしさがわかんないけど、そのまま3人でいればそれだけで楽しいってわかってたのに、それでいいのかなって、そんなささやかなことでいいのかなって、自信がなくてずっと向き合うことから逃げてたせいで、リアムさんに勘違いさせちゃったんだ。自分もちゃんと向き合うべきだったよ。あかりちゃんとリアムさんと。リアムさんを探そう。こんなの抱えたままいなくなったら寂しいよ。もしかしたら。はあ、リアムさん、あかりちゃん、アキラちゃん、来てくれてありがとう。でも引き止めないで。僕はもう僕の存在理由が分かんなくなっちゃったんだ。心の底からアイドルを応援したり楽しんで、でも炎上ばっかで
僕といたら二人まで変な風に見られちゃう。だからもう夢を見るのは終わりにする。一人で勝手に決めないでよ。手紙読みました。これでお別れのつもり。別にリアムさんのこと嫌いなんかじゃないよ。自分の接し方に問題があるのかもって悩んでただけで。世間の目に合わせるのか、自分らしくいるのか、どうしたらいいのか分かんなくなっちゃったんだ。本当はちゃんと二人に直接聞けばよかった。でも怖かったんだよ。リアムさんと一緒で二人に嫌われてたら、嫌われたらどうしようって。自分はあかりちゃんみたいにうまく励ますこともできないし、リアムさんみたいにアイドルにすごい熱意があるわけでもない。薄っぺらくて薄情な人間だってそう思われててもおかしくないから、そんなことないって分かってたはずなのに。だから二人を信じられなかったのは自分で、やめるべきなのは二人とも。ずるいよ。何がしたいとかやめるとか、ああしたいって気持ちを簡単に持てて、何にも縛られてなくて自由で、私はずっとどう答えるべきなのか分かんなかったんだよ。アイドルを続けるのか、いつかやめて実家を継ぐのか、将来のことなんか分かんないし、死ねるのって怖いし、それで分かんなくなって自分の気持ちから逃げて、でも3人でいる時の楽しいをずっと続けたい。この楽しいって気持ちを大事にしたい。そう思えたところだったのに。なのにどうしてバラバラになっちゃうの？3人で一緒じゃダメなんですか？好きなものとか性格とかも違ってすれ違っちゃうから。違わなきゃ人の魅力なんて感じないんだから。二人は私にリンゴ以外の魅力もあるって言ってくれたし、気移りしがちで自信が持てない私の中にあるやりたいって気持ちを引き出してくれたもん。だから二人とアイドル続けたいよ。アキラちゃんもリアムさんも迷惑でも足かせなんかでもない。誰よりも私のことを見てくれる大切な友達なんです。それにリアムさんだってアイドルをやめたくないはずです。いっぱいアイドルの楽しさを教えてくれたんだから、だから一緒に。リアムさん、聞いてよ。考えてたんだ、新曲の歌詞のこと。この3人でステージに立ちたいから。私も考えてたんだ。歌詞を考える才能とかないけど、だけど好きな言葉を歌いたいから。輝けるってそう思ったの。ときめいちゃったの。3人ならこの歌ならできるって。好きなことはシェアしたいよ。目が離せない予感がしてるんだ。2人なら
一緒に楽しんでくれる、これからも楽しいはずって。自分もやりたいよ、この三人でずっと、この先もずっとずっと一緒に、アイドルをこのユニットを始めたいのです。三人の歌歌いたいよ、リアムさん。一緒がいい、一緒じゃなきゃやだよ。